こんにちは、あやこです。シーターヒーリングインチュイティブアナトミーのインストラクターセミナー2日目、今日も無事終了いたしました。今日はシーターヒーリングの本拠地、アメリカモンタナ州のビッグフォークにあるアタナハヒーリングセンターのお庭、そしてお庭の中にある、見て、でっかいクリスタルの前からお届けします。私が2年前に来た時にはこのクリスタルはなかったので、今年親みたいな、ちょっと発見があったクリスタル、大きいよね。またちょっと後でね、じっくりと見せたいなと思うんですけれども、まず今日のレポートです。今日もですね、3日分のビリーフワークをしました。まず、鼻、副鼻腔、肺、そして胃、肝臓、小腸、大腸というね、6つの、臓器っていうのかな、器官についての、思い込みビリーフワークの方をリーディングしてから、そして、がっつりとした、ペアワークの方を2回やったんですけれども、いや今日はですね、久しぶりに外国の方とペアを組ませて、ワークをやらせていただいたんですけども、実は彼女はね、ナターシャと言いまして、ドバイのレインボーチルドレンの時にお会いしていた、もう本当に印象深い美しい女性なんですね。で、本当にドバイの時には、彼女の美しさがこう目に焼き付いて忘れられないような、そんな感じ。そしてね、今回も会えたので、ぜひワークしたいね、なんていうふうに話していたら、今日早速ワークすることができました。で、その中で、私の、まず過去のレベルのね、思い込みを、解消してくれて、私がこう全身を、止めていたところをワークをしてくれました。本当に素晴らしいワークになって、また彼女の持っている素晴らしい才能も、私の方にこうね、なんかこうちょっとこう分けてもらうというか、シェアしてもらうということもできて、あ、やっぱりなんかこうドバイに行ったことで彼女と出会えたこと、またここで再会できたことが、大きなギフトだったなっていうふうに思います。そして、彼女に、またちょっと違う時にぜひインタビューをさせてもらうね、お約束をしたので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。そしてもう一つ午後のワーク、これもですね大きかったですね。私の、遺伝子のレベルでの思い込みをやったんですけれども、これが意外な発見があってね、もう本当に嘘でしょ、私っていうような、ものが出てきて、でも前だったらやっぱりこのビリーフが出てきた時にやっぱりこう泣いたりとか、ちょっとこううっていうような、どこかこうちょっとこうねプレッシャーみたいなのがあったんですけど、もうねだいぶやっぱりクリアリングが進んできたんでしょうね。すごくこう楽にその思い込みをやっぱり解消することができて、もうねチェンジっていう、本当にそれが可能になってきているなっていうのを改めて思いました。またね、いろんなことを詳しくシェアしていきたいなとも思うんですけども、今日バイアナさんのお話の中でね、一つちょっと印象に残ったことがあるので、こちらをシェアしたいなと思います。私たちはこう人生の中でね、あーすごく流れに乗っていてうまくいってるなーっていう時ありますよね。そういう時はね、やっぱり流れに乗っているからそのままいけるんだけれども、なんかこうしたいと思ってもあれってこう止まっちゃう時とか、なんでこれうまくいかないんだろうっていう時ってありますよね。で、こういう時、このうまくいかない時こそ人生を変えられる時なのよねというふうにおっしゃっていて、そうだよね、これなんでうまくいかないの、何が起きてるのということを、シーターヒーリングをやってる方であれば、それをこう掘り下げていく、そして土台、その原因が分かったらそれをチェンジする、そうすればうまくいかなかったことが変わってくるっていうのをね、皆さん体験してると思いますね。で、もしシーターヒーリングやってない方も、なんでこれが起きてるんだろうっていうふうに、考えていく、もしそれがね、自分でできなければ、ぜひ、シーターヒーリングをやっている、シーターヒーラーのところに行っていただくもよし、もちろん他のメソッドでもね、なぜこれが起きてるの、その土台を見つけていくっていうのもね、できると思いますので、やっぱりこううまくいかなかった時こそ人生を変えるチャンス、でもそれもこれからは大きなこうね、なんでだろううまくいかないっていうこうね、ハードルを超えるとかね、ぶつかるっていうことで、超えていくんじゃなくて、もうちょっとしたところで気づいて、そしたら気づいたらチェンジすればいい。もうここに来たらね、
このハードルとかブロックっていうのはちっちゃいものでもすぐ気づけばいいわけですから、そういうふうにどん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 人生が軽やかになっていく、そしてこう楽々になっていくというのを、私も実際に体験しているし、それを皆さんに、こういう動画も含めて、あと私がこう遊んでるとか配信しているものも含めて、皆さんが見ていただけるように、なっているんじゃないかなって思っています。どうですか、今日2日目ですけど、私の顔とかもう変わってきてますか。セミナー参加しているメンバーもね、すごくいい顔しています。まだ2日目ですけれどもね、これからもまた引き続き頑張っていきたいと思います。シータヒーリングのインチューティブアナトミーセミナーインストラクターコース2日目、今日も無事あやこ終わりました。今日もご視聴ありがとうございました。あやこでした。ではここからはクリスタルのレポートです。見てください、この大きいクリスタル、もうね、なんかね、でっかいソファーぐらいありますよ。うわー、だって見てこれ、一つの部分が私の手ぐらい、すごいねー。じゃーん、なんかここに座れそうだよね、ここにね。あ、ここの美しさったら、なにこれ、超キラキラしてますね。もうこの近くにいるだけでまたパワーがみなぎってくるような、そんな感じのクリスタルでーす。私ね、初めてここモンタナに来た時に、初日飛行機に乗り遅れてもうバタバタしてたっていうのもあったんだけれども、もうここのボルデックス、このエネルギー磁場になんかこう翻弄されちゃって、なんか全然ワークとかもしっかりできたのかなっていうような、そんな感じだったんですよね。でも、まあ、今回、去年来なかったので、2年ぶり3回目、やっぱり自分自身もすごくしっかりしてきたのかなっていうのもね、ありつつ、ここに来てもそのエネルギーのなんかこう渦の中に、まあ、やられることもなく、そして逆にしっかりとグラウンディングができての、ワークができるようになった。あやこも成長してんじゃんみたいな、そんな感じがしました。で、本当にね、リーディングをしてもらって、すごくこう地に足ががっちりついてるねっていう風なのも見てもらったりとかして、こう一つ一つちゃんと成長してきてるなって、そういうのもまたこう自分で自分をちょっと褒めてあげたいような、そんなような気持ちになった、今日2日目でした。推奨レポートでした。